はい、皆さんこんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から4時間、足ボリンジャーバンド一目均衡表上昇トレンド進行中ストーキャスは買いシグナルが点灯ということで、4時間足ベース底堅く推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、まずは四時間足ボリンジャーバンドセンターライン、二十一本移動平均線。上昇しております。ローソク足といいますと、プラスツーシグマラインに絡む形で上昇中ということで、四時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。四時間足ストキャスティックス、新たな買いシグナルが点灯。はい、こちら、四時間足の一目。金衡表。綺麗な上昇トレンドの形状をしております。 はい、それでは他の時間軸のチャート形状を見ていきたいと思います。まずは日足のボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、ストキャス強い買いシグナルが点灯。8時間足、ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、ストキャスティックスいシグナルが点灯。こちら、2時間足、ボリンジャーバンド上昇トレンドの形状、ストキャスはいシグナルが点灯。60分足、ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、ストキャスティックス買いシグナルが点灯。 30分足ボーリンジャーバンド上昇トレンド進行中ストキャスア買いシグナルが点灯対後15分足ボーリンジャーバンドはどうかと言いますと上昇トレンドの形状ストキャスア強い買いシグナルが点灯ということですはいそれでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインです。 147円ちょうどレベル。147円ちょうどレベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは149円ちょうどレベル。149円ちょうどレベルということです。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引が1番通過10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はいそういうことでドル円本日ニューヨーク市場の予想レンジです147円ちょうどレベルか149円ちょうどレベル147円ちょうどレベルか149円ちょうどレベルということですはいポイントイベント盛りだくさん小売売上高要人発言 150円を目指す展開ということで本日ニューヨーク時間イベント盛りだくさんですまずは22時30分12月のアメリカの小売売上高23時バー FRB 副議長公演 同時刻23時、ボー,、えー、ボーマン FRB 理事講演、あとは18日3時ですね、アメリカの20年祭入札、18日4時、はいえー、ベージュブック、18日5時がウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁。 講演ということでやはり注目は二十二時三十分の十二月のアメリカの小売売上高マーケット大笑いになる可能性十分考えられますお取引をされる際には十分ご注意くださいはい、そんな中四、えー、時間足ボリンジャーバンド一目均衡表上昇トレンド進行中ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということでドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えておりますドル円、えー、本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えており りますはい、続きまして通貨強弱と板情報ということを ことでまずは左手、ボラティリティツール2時間足ベース、一番強い通貨、ポンド、その次、米ドル、その次、ユーロ、その次、日本円、最弱通貨はオーストラリアドルとなっております。はい、続きまして、右手側、外ガ貨ガネクストネオのお客様のいた情報です。まずは売り注文からです。147円の9095、148円ちょうどですね、売り注文たまってきております。ストップにつきましては、147円95、148円ちょうど。 148円10、148円の20ですね、ストップ溜まってきております。続きまして、買い注文です。147円60、あとは50、4 5 30、2 5ですね、買い注文溜まってきております。ストップにつきましては、147円の6号、147円の50ですね、ストップ溜まりつつあるようです。お取引をされる際には十分ご注意ください。先ほどもご紹介しました通り、本日、入浴時間ですね。 はい、ビッグイベント22時30分に12月のアメリカの小売売上高発表されます。マーケットアれる可能性が十分考えられます。お取引をされる際には十分ご注意ください。最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。